青15号を G 色とした2 0系客車青15号を G 色とした e f 5 8系青15号とクリーム1号で塗り分けたスカイロ1 1 3系電車青15号は日本国有鉄道が定めた色名称の一つである。国鉄部内での汎用色名称はインクブルーである。マンセル値は 2.5PB2.54.8 1958年10月に登場した20軽客車と特急初0り用に整備されたスハ44軽客車の字色として採用されたのが最初である。同年11月に登場した151軽電車の文字マークの日本語表記の色としても採用されている。1962年より旧型客車の近代化改造が開始されたが、1964年以降は、 車体色についても武道色2号から本、色へ変更されることになった。軽量客車と呼ばれた重軽客車も1964年以降、同様に本色に変更されている。これより後に製造された荷物客車、郵便客車においても、この色が採用されている。また、1963年には横須賀線などで使用された、通称、スカイ色のカラーリングについても、 クリーム2号地に青2号の組み合わせからクリーム1号地に本色という組み合わせに変更されている。後年、この塗色は各地の旧型電車にも採用された。機関車においては新型直流電気機関車の外部色として採用されているほか EF58K の G 色についても1964年以降は本色に変更されている。貨車においても レム5000系冷蔵貨車では、側面の帯色に採用されているほか、多岐43000系タンク車でも、G 色として採用されている。また、1973年に改造された、国鉄191系電車にも採用され、以後、直流新製能事業用車の車体移植としても、使用されている。ありがとうございます。